1964年やっぱね、あの鍵っていうこのここ鍵がポイントですかね。なんかこう開けるみたいな、すごい希望に満ちたね一品だと思うんですよ。閉ざした心もこれで開けますからね。開けますよ、開けますよ、これで。結構ね、あの買い物とか行くんですよ、渋谷原宿間で。そうだから結構ね、最近はなんか仕事帰りとかにちょくちょく行ったりするんで、なんか洋服をちょくちょく買ったり、ちょくちょく買いしてますね。はい、アクセもさっきの冬のやつとかも、付けてた冬のやつとかもそうですし、あとはあと何か指輪とか、結構最近アクセ集めに凝ってますね、いろいろ。変わったこと、そうですね、まあ、また人の前に立つ機会が増えて、そういう面ではすごく人前に立つっていう楽しさと、あと久々に会うメンバーの心強さっていうのがありますね。またね、ミュージカルとかは結構ピアボーイズのメンバーで一緒にやってたことが多いんですけど、年末にやった舞台は僕ピアボーイズから僕一人だけでやってたので、でまたピアボーイズでみんなで集まると、なんかあーなんか居心地いいなみたいな、あ、ここがなんか場所だなみたいな感じで、なんかそういう風に思えたですね、最近。特にゆうちくんとひろみくんが増えて、二人とも僕は以前違う番組で共演したことがあって、だからすごいそういった面ではすごいなんか親しく、もう前からいたような感覚で僕はすごい馴染めてるんですけど、でまたなんかまだ9人全員揃ったことは多分ないと思うんで、まだ9人全員揃った時にどうなるかね、面白い、すごいラジオとかやってるんですけど、もう7人で結構ギュギュだったところ9人に入ったらどうなのかなみたいな、上と下に2段ずつになるのかなみたいな、すごい多分熱気になると思うし、そうだからちょっとまた新生ピュアボーイズ今年も頑張っていきたいですね。あーホワイトデー、難しいな、本命的な、あーでもなんか手紙とか書いて、自分ほんと書かないんで、手紙とか書いてみるのもいいのかなって思ったり、手紙だと残るし、あとなんだろう、物とかだったら何かな、なんか以前なんかマシュマロあげて、なんかマシュマロはなんか違う意味があるみたいなことが言われて、なんかマシュマロでなんかテンパった記憶がありますね。昔の話ですけど、なんだろう、まあでもなんか手紙は添えたいですね、いろんなものとプラスアルファ手紙、自分で書いた手紙を添えて渡してみたいです。1年は本当にいろいろあると思うんですよ、浮き沈み絶対あると思うし、でも1年を通して最後に2008年は良かったねっていう年にし